入った片エビ固め。おっと、背後からサブーが何度となく気の利いた動きを見せます。さらに首へのダメージ、ストンピング。この志賀もキャリアは4年目に突入しています。茨城県勝田市出身、志賀健太郎、現在22歳。ロープに振ってエルボーから、おっとサブにも突っかけた志賀。最近は積極性が出てきました、志賀のファイトです。赤コーナーサイドに持ってきて、これは小川へのスイッチか。挑発を受けたサブーがいきり立っております。小川へスイッチ、赤コーナー、日本人サイド。さあ小川と志賀のダブルのコンビネーション、クロスラインです。まず片足を取ってシングルのボストンクラブかと思いきや STF ステップオーバートーホールドウィズヘイスロック、サブーが入ってきた。小肉らしいやつです、サブー。さあこのサブーがおとなしく引き下がったところで、赤コーナーはスイッチ、シガが入ってきます。前回のシリーズではこのシガ、FMW から参戦のハヤブサと2度対戦しました。それからキングダムの佐野とも1回対戦しています。考えてみますと川田に次いで対抗戦男にもなっているこの志賀健太郎です。おっとロブバンダム崩れました。サブーが後ろから志賀の動きを止めています。後ろから志賀を止めている。ロブバンダムすっくりと立ち上がった。さあロブバンダム攻勢に転じます。攻守ところを変えました。まずは前に投げ捨てるようにして変形のパワーボム、そしてニュートラルコーナーからトップ、そのままギロチンのような形で落としていきました。顎の先端にヒット、カウントは2。ロブバンダムちょっとサブーダダッコのようであります。サブーがもうとにかくいたずら好き。今日のサブー、おっとロブバンダムアクロバチックな関節技を見せます。鎌固め、鎌固めですね。これは全日本プロレスの若手では時折浅子悟が見せる 技でもあります。お、そしてこれは釣り天井に行こうというところ、ロメロスペシャルです。見事に釣り天井、そしてサブーだ。サブー、これはちょっと距離がありすぎました。いやサブー今日楽しいですね。距離がありすぎました。サブーパンチに終わってしまいました。サブーとしてはちょっとこうギロチンあたりを狙っていたのかもしれませんが、いかんせんロメロスペシャルを決めていた場所が遠すぎました。こういうこともままあります。ロープに振って、おっとドロップキック、さあ志賀立ち上がった。赤コーナーの小林スイッチ、タイトルマッチを控えている2人です。さあおっと柔らかいところを見せます。キックと立ったロブバンダム、2人がたもとを分かって、おっとキックをかわした。そして小川どうする、ドロップキック、場外転落ロブバンダム、小川も追っていきます。さあ小川が鉄柵に振った、いや振り返された。チャンピオン5月21日のチャレンジャー場外戦です。チャンピオンとチャレンジャーの場外戦、ギロチンだ、円髄へのギロチン。おっと志賀が飛んだ、食らった。そしてリング上ではサブーが一度、そして発射台、発射年間シートの鉄パイプ椅子を利用しましてサブーが飛びました。いやいや、このスーパーパワーシリーズ後楽園ホール、今日は4次元殺法乱れ飛んでおります。非常にスペクタクルなファイト、お客さんもやんやの喝采。前に落としてニュートラルコーナー、おっと志賀がフレームインしてきました。
フレームインしてのドロップキック、見事にこの画面に真横になって志賀が突っ込んできました。全部を中心に蹴られたロブバンダム、場外に落ちましたが、おっと今度はサブーも追ってきた。おっとサブー潔く帰っていきます。さあそしてロブバンダムと小川の戦いは続いています。リング上、小川がこれ踏ん張った、ネックブリーカードロップで返します。そして違いスイッチか、タッチ成立。さあ違う、赤コーナーのトップから体を浴びせた、そして丸め込む、おっとサブーへドロップキック、今度はスピンキック、川に入った、片襟固め、カウントは2つです。ポニーテール、ロブバンダム跳ねました。ニュートラルコーナーの上から志賀がミサイルキック、高い打点です。カウントは2、タブーもちょっとカットに入りかけました。網打ち式原爆固め、これはタブーのカット、ピッチャーマンズスープレックスを見せた志賀、サブーがカットしてニュートラルコーナーに叩きつけられます。そしてサブーが何を持ってくるか、あっとサブーピンチ、男のピンチであります。サブー急所を打ちました。そしてスイング式の DDT、 志賀ロッバンダムを固めた。バツさあ、すでに外国人コンビはタブーが急所を打っております。復帰できません。ロープの反動を利用してのダブルのブレインバスター。タブーがここで戻ってきました。男の本能を回復したタブー、シガをニュートラルコーナーに振って自らもニュートラルコーナーから、おっとバンダムの背中を利用した、 さらにホイップ、そして抱え上げた、バンダムが前に落として、そしてニュートラルコーナーでトップからハリウッドスタープレス。さあ志賀危ない、跳ねられるか、カウント3、志賀が抑え込まれてしまいました。外国人コンビ、最後はタブーとロブバンダム、息もぴったりのハリウッドスタープレスからロブバンダムが志賀健太郎を抑え込みました。